京田、ここ数年のナンバー1ショートになれるかもしれない。バスケ京田、石川内野手がショート守ってたのいつまでやって。黄金期入ったわ。返せよ。いくら劣化した強打でもそこら辺とは勝負にならんよ。 DNA はよくこれで勝ててたな。 UZR による王の上昇は無能。大林で学ぶべし。ヤマトで埋まらなかった最後のピースがようやく埋まるの。なんやかんやで43試合も出てるんやな。倉本が2割9分打ったとしても強打とヒット打つ確率はたった 5% くらいしか変わらないんだから、そらそうよ。石川内野手の1000安打ほど競争原理の機能をしてない記録もなかなかないよな。これを砂田で取れたという事実。こいつ捨てて正ショートに当てたリュークの打率1割5分4厘やぞ。体力あるのでかいよな。ここまで両ファンにっこりのトレードないやろ。柴田の名前が1回も出てこないの悲しい。 DE 編成的にはそのうち森が上がってくるやろって感じなんだろうけど、本当に上がってくるんですかね。細川を育成ドラフトに出品してもらえて獲得できたから中日ファンサイドも全然悔しそうじゃないよな。思えばここまで長かったな。コミュニティにて期待の選手や使ってほしい選手、試合の感想や他球団の話などファンの方々と盛り上がれたらと思っています。阪神ファンだけでなく他球団ファンの方もぜひチャンネル登録お願いします。あ、もちろんコメントと高評価も。